はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もモンスターファーム2プレイしていきます。はい、じゃあ今回は第5回目やっていきましょう。今回はですね、もう全然育ててなくてですね、前回から、前回この S ランク勝ったと思うんですけど、はい、もうそのすぐ次の週ですね、まあ前回終わったところから始めていきたいなと思います。まあ少し育成パート的な感じで、はい、やっていければなと。前回終わってですね、まずやることがですね、この酔い悪を悪にしていきたいんで、はい、その過程をちょっと見せられればなと思ってます。まずオイル上げましょう。まあ基本的にあのバナナローテで大丈夫だと思うんで、はい、それをやっていきたいなと。そしてここは軽トレにするかな。何あげよう。じゃあ回避かな。よし、まあこんな感じで軽く軽トレしてから入った方がいいかな。この感じだと重トレだとちょっとストレスとか残ってしまう可能性があるんで、はい、もう7段階目なんであんまり軽トレでは上がりませんね。で何、あ、ミナーズハイね。まあこれも出ていきたいんですけど、じゃあグミ上げて始めていきましょう。グミローテかな。カクテル上げてね。これで結構体験も戻ってくれると思うんでいいかなと。一石二鳥ですね。僕の育成結構激狩りで終わってしまうこと多いんで。さてで、これでまたカクテル、こんな感じですね。じゃあ重トレ何しようかな。プールかな。うん、プールやろう。おマイケル・ジャクソン的な。あ、こいつこの野郎セーブしてないからって。この野郎、でもこれいいぞ。これ叱らなかったら悪いになるから、うん、叱らない。これはラッキーかもしれない。もう普通になったんじゃないかな。あ、普通になりましたね。酔い悪、酔いだったんですけど普通まで行ったと。よしよしよし。で軽トレ行きますか。軽トレもな、回避かな。さささと。よし。4ですか。さあここはちゃんとビタミン上げてですね。でこの週は本来だったら軽トレでいいと思うんですけど、次の週が大会なんで、はい、休んでいこうかなと思います。でまたカクテル上げて、あれカクテルない。買っとこう。はい、じゃあカクテル買ったんで上げてですね、悪になってよ。で休ませるとパターン。よし、大会の週もカクテル上げていきましょう。これで結構悪くなると思いますね。でどうかな。あ、まだ普通か。はい、じゃあ大会出ていきましょうか。よし、ウィナーズハイ。まあ何打ってもらってもいいんで、どうしようかな。任せようかな、コンピューターに。勝てるだろう。舐めすぎかな。ウィナーズハイはブリガンディですね。あ、マジでいた。兄さんいた。あ、マジか。ちょっと情報聞いとこう。あ、終わる。ポリトカの時と同じだな、反応が。さあ出ましたよ、色違いの兄弟。あ、似てる、めちゃめちゃ似てる。なんだその手の跡みたいなやつが。反対ですね。そして赤色と鼻の色はちょっと似てるんだけど。よし、いやー
いいなその服あ、この野郎前回のタートスと全く同じことしやがったどう料理してやるか。デスカッターでこいつも一撃いくか。うわ、いいなこいつ全部技持ってるっぽいくそじゃあこっちも返すよ。ほい、痛みがわかるかじゃあこれでお疲れ様二度とその汚ねえ面見せんなよもう豹変するっていういやよかったよかった、まだ兄さんとの戦いはあるからな。あとはザコはいいでしょう。よし、まあ、全然大丈夫ですね。この命中率と回避がそこそこあるんで、これが安定かな。デスナ 98% おお、やっぱり打っていくな。おお、クリティカルはでかい。種がデスパンチとかで 80% 前後あるもんな。何も、おお、デスナ気に入ってんな。うわ、強い強い、安定ですね。いや強キャラだなこれは、ほんと。おでもルージュに負けてるよ。あ、こいつ、あ、ジョブさん負けてるか。負ける気がしないコンピューター戦でも全く負ける気がしないし、 KO できる気しかしないデスカッターさすがに硬いですね。お、結構当たるな。大旋風あたりが当たると辛いよよし、いけ、いかない、おいった、ガッツダウンも効いてるはず。お、 86% がでもまだ大丈夫、全然大丈夫。デスエナかな、地獄、二度ターン覚えさすの大変だからな。さあ、あと一発打てば決まりますね。どれで料理するか、デスカッターいや安定の安定すぎる。いやほんと強いな。かまい兄さん頑張って。全敗悲しいな、兄弟で差がつきましてね。よし、いや四大大会も楽勝かな。強すぎるマジで、安定すぎる。さあ能力どうなるかな。ジョブさ上がってほしいな、ジョブさ。よし来たさあどうだ。お、ジョブさ上がったか。ほうほうほう、まずまずかな。よし、じゃあこの後のローテは、まあ、またカクテルあげるかな。どんどん悪いしていこう。よーし、で給与かな。んーで一回銃取り挟んで大丈夫か。なんだ修行か。あ、激ヤバか激ヤバですか。あ、まだあるですね。じゃあ激ヤバでちょっと買っとこう。じゃあまたカクテルあげて、もう結構悪いなってんじゃないかな。なってるなってるかな。意外に来ないな。ちょっと修行で確かめてみようかな。なってる力、あーちょっと無理なんだな。じゃあ銃取りやるか。プールプール、さあどうするか。あ、普通に大成功したじゃん
やっちまった。でも褒めないぞ。褒めねえからな。もう渋いね。悪いな。あのあと気まずかっただろうな。大成功して褒めないって意味不明だよな。スパルタにも程がある。よし、ビタミン上げて。ん？郵便。あ、こいつちょうど送ってきやがったか。今回じゃないんだよな。あ、悪いなってるぞ。悪いなってるってことは、悪いなってるってことは、いけるかな？ちょっと、ジジイに聞いてみよう。あ、マジで、ちょうどいいタイミングで来た。あ、来てるな。じゃあ、覚えに行こう。だったら、この感じだったら、オイル上げたら大丈夫かな。よし。まあ、ちょっとストレス溜まってるかもな。よーし、修行行くぞー。サバンディで。あいつまだ出てきてないのか。おお。なんかやたら公式戦に言ってくるんだよな、公式戦。もう S ランクは勝ってるからいいだろうに。あ、スキルゲット。こいつらの公式戦のこだわりすごいですよね。倒れてるけど成功。まあまあ能力上がってくれてんな。成功。あ、もうこれは最終段階生きてんのかも。ちょっとよくわからないな。あれ、どうだろう。お、デスを弱。あれ、赤色じゃない？え、こいつ紫なんだけど。なんか違うくない？え、偽物かな？代わり？代行できてる？え？いや。早えな。デスウォール早えな。瞬殺でしたね。もう帰ってきた、帰ってきた。これでまた。普通に戻るかな。ノラもやっつけたら確か余裕上がるはず。まあ褒めるけど、賞金は1000だったかな。おー、きつそう。きつそうな技しかないからな。さあ、ビタミン上げて。どうぞ。あ、こいつ来やがったか。ストーカーなんだよな、もうこいつ。来るなっつってんのに。どうだいって。覚えた技は。あ、出ましたね。あれ、こっちか。デススラッシュ。ついに来ましたよ、大ダメージ技。ダメージ A か。お、かなり一気にダメージ上がったんで、これどれぐらい食らうんだろう。ただ命中がいいっていうのがどうかな。じゃあここは草上げて休ませよう。こうかな。で、どうしようかな。オイリーで戻ってこないやな、これ。あ、大会あるから休ませて重トレ、軽トレ休ませていいかな。で、余裕丸はやっぱり普通に戻ってますね。じゃあカクテルあげよう。またグミあげて休ませる。よし。
元気だよか、心配だな多分中トレ軽トレやって大丈夫だと思うんだけど、ちょっとビビって軽トレ軽トレにしようかな。いや怖い怖いよこれ怖いな。軽トレ軽トレで行く。まあどうせ大して上がらないしな。じゃあ行くか、ドミノかな。よし、まあ楽勝ですね2か、2ですか。まあこれはでも仕方ないんですよね、悪いにしないとダメなんで。あげよう、もうこれ最終段階だもんな多分。だったらもう全然上がらないよな骨。よしと、まあ全然大丈夫ですね。お4、これはいいんじゃないか。でビタミン、でこの週は休ませますか。あ、誕生日来たもう頑張れだよな本当。7歳、8歳まで生きないよな。無反応だけど、あ、喜んでた。喜び方ちょっと危ないな怪我しそう。ちょっとその物騒なもんは置いときよ、誕生日の時ぐらいしつけが悪いな。あ、なさい。じゃあこれでカクテル よし、では済ませると。でまたカクテルあげて、もう完全にいってますねこいつ、グミ中毒になってんなで能力こんな感じか。よし、あ、悪いになってますね。さあ行こう、ワールドモンスターズ。ここはゼーランディアかな。パターン、さあかかってこい。デスカッターじゃないな、デススラッシュっていこう。アシアラのところか。まあこいつは餌食ですね完全に。です、うわわあ、マジで、あ、全大丈夫全然大丈夫っす。でこれかな、ただ怒りは勝ってるよ。 84% 命中率いいと言っても 10% ぐらいしか変わらないのかな。よし、おなんでそんな当たんの、骨野郎が。骨食べてるよこいつ。よしよしおおほほほほ、うわマジでクリティカル出たとはいえ、これ期待できますね。いいよこれ透けてるクジラも。うわ、そんな戦い方ないでしょそんな戦い方じゃないでしょ、何今のこいつシアラとの戦いの時は相当元気なかったなしょぼしょぼだったな。さあ挨拶絶対打ってくるかな
これ何パーセントぐらいで打ってくるの？8割ぐらい。めちゃめちゃ打ってきますね。うわあ、すげえ腹出てんな。その水のなんだろう、あれ血管かな、水色のところは。よくわからんやつだな。じゃあこれで。お、さすが、さすがですね。クリティカル時代も多分999はいかない感じだったな。最後に一発打っていく。打ってきた。じゃあお疲れ。もうやめとけって、意味ないって。あったか。よし、使い込みだったら最高なんだけど。まあ無駄な努力をつって感じですね。無駄すぎるな。さあ次はシアラ、こいつはダメージ出るだろう。回避600、ただもう全て勝ってますね。丈夫さがないやつにはもう負けないかな。能力デスエナで89ってことは、うわー 30% ぐらい違う。デスエナとかわす。デスエナ強いな。こいつ相手でも 90% って尋常じゃないよ。さあ一発で決めたいよ。よし、キル。くそー、60はな、当たり前なんだよな、外れるの。もうおかしいけど当たり前っていう。次かな、90でも多分結構出ると思うけど。よし、あー、クリティカルなかったか。ただ威力は抜群ですね。あとは、うん、お、綺麗になった。これ嬉しいんだよな、戦績表は綺麗になるの、上と下で。いや強い強い。2つ目かこれで。でお金も返してもらうと。やっぱ1体育てるの結構金かかるんだよな。で人気も100いきましたね。さあ能力、丈夫さ、回避、命中、まあ、おお、すげえ上がったな。丈夫さ回避がすごい上がった。おねだりなしか。おお。はい、ということでね、今回は、グミローテと、4大大会の2つですね、やってみました。そしてもう7歳を迎えたということで、いやー強いですね、本当に。もう心配がない。で、今回覚えた新技、途中からですね、デススラッシュ。これ、あ、なぜか消費が29、28にしようよ、これ。綺麗に揃えてると思ったんだけど、違ったんだな。で、ダメージ A。やっぱダメージはかなり出る感じでしたね。まあ、力がちょっと、賢さよりは劣るんで、まあ、今後力も上がっていけば、はい、かなり有力な技になるかなと。逆転狙えるな、これで。で相変わらずガッツダウンは C なんだよな。あ、最、あ、こ、デスカッターだけか、他は C。まあ、最低ガッツダウンが D あるんでね。やっぱジョーカー、ここら辺が強い理由なのかな。はい。そして次回は多分、あの大技も、最後の大技も覚えると思うんで、そして四大大会の方も完全制覇したいなと思いますんで、はい、お楽しみにしてください。それでは、今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全て役につながってますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。